久保さんあのーうん、精神論とかねなんかあそう堀江さんが嫌いな言葉で精神論っていうね精神論がめちゃめちゃ嫌いらしいんですよね、まあ、精神論だろうみたいなまあでも僕はその精神人は精神で生きてる部分もあるんで、まあ、最近というか一番最初一番直近の堀江さんの本が心っていう なんかサイバーエージェントの藤田さんとなんかやって、心みたいな。心は何なのか、思考なのか、精神なのか、よく分かんないですけどね <laughs> せ。だからね、ちょっとね、そのなんで心を出したかみたいなね、<laughs> ちょっと思ったんですけどね。あの僕が講演会でもらったその本の中には、精神論案、嫌いらーって書いてあるんですけど。まあ、精神で生きてるからね。うーん まあいいんじゃないかなっていうね。感情論、精神論、どんと濃いですよ。どんと濃いですよ。で、今回髪なんですけど、髪の毛って、あのー、一本一本じゃないですか。髪の毛って。で、その髪の毛の一本一本がすごくあると、ふさふさに見えるし、髪の毛が、その一本一本が少ないと、薄く見えるし、もしくは髪の毛の一本一本が、太いのか、細いのかによっても、 ふさふさに見えるのか見えないのか変わってくるしなんかねその何だろうな髪の毛だと思うんですよね髪の毛髪の毛人生は髪の毛であるとまあ人生は髪の毛であるよく分かんないですよねでも久保さんだったらなんとなくこの糸をね受信できてできていただけるんじゃないかなと思いますね人生は髪の毛であるとあのー、細量があったら 細くても量があったらフサフサに見える。でも量があっても髪の毛一本一本がめちゃめちゃ細かったらちょっと薄く見えるうーん量が少なくても髪の毛の一本一本が太ければちょっとふさふさに見える何なんでしょうね人生とは髪の毛であるいってらっしゃい。